平瀬橋は、長野県松本市島内の奈良井川に架かる国道147号、高気バイパスの橋町95.7メートルのシャバリ橋。奈良井川の最下流に架橋されている。元橋は、車道は5車線あり、上り側が3車線となっている。ケーブル5本によるシャバリ橋で、首都は、A1 兄弟上にある片持ちのシャバリ橋である。他、怒り式であり、アンカーブロックを有する。 奈良井川は島橋を境に、下流川は大臣管理区間として、国土交通省北陸地方整備局線、曲がり川河川事務所が上流側は指定区間として、長野県が管理する。安曇野市と吉野市も飛松本市島内を結ぶ国道147号高家バイパスは、延長 4.2km で国道147号の渋滞解消などを、 目的に1992年度に事業化され、1994年度に着工した。平瀬橋は新島橋の仮称で建設が進められ、2000年12月26日に開通した。この時に開通したのは、あずさ川右岸のアルプス大橋東詰めから、島内の国道19号、国道254号交点の約600メートルであった。 高気バイパスは2007年7月25日のアルプス大橋開通をもって全通した。ありがとうございます。